もう実は宇宙産業って大きく私たちの生活の中で基本的な社会インフラとして、特に衛星利用っていう部分では下ってると思いますし、測位衛星みたいなのが位置情報として私たちの生活にも欠かせなかったり、気象衛星の天気予報みたいなものが毎日の日常に役立ってる、また産業にも役立ってるっていうのから分かると思います。そういったあの衛星利用が次世代に向けてどんどん進んだり、あるいは今宇宙ステーションありますけども、宇宙で作られたプロダクトとかあのサービスによって、まあ、私たちの生活の安心安全から、まあ、一歩進んでクオリティオブライフの部分がレベルが上がってくるっていうのも、あの今後期待されるところだと思います。